どうも、ミカです。原神変えていきます。まあなんでこのね、今回も原神変えたかっていうとね、ただね、このカズハくんの見た目が好きだったからってだけです。2回目の1日上達法っていうのがわからないって人は、私の前の動画か斉藤直樹先生の動画を見てください。その一日上達法でね、書いたやつなんですけどね。なんて言おうとしたか忘れたわ。まあまあ、それは置いといて、今回から空き時間で質問に答えようかなと思って、マシュマロで質問を募集したところ、質問が来たので、こういう空き時間で答えていこうと思います。じゃあちょっと答えていこうかな。どうして髪を差別化したりするときに緑を入れようと思ったんですか？とても好きです。あ、とても嬉しい。そうね、ちゃいますとなんかいい感じに見えるからですね。なんか別に特に大した意味はないです。ただ普通に緑とか青を入れてみたら綺麗かなみたいな感じで入れ始めたのかなって思う。私これいつからやり始めたか全然知らなくて、久しぶりにね、昔のイラストを引っ張り出してきて見たんですよ。これこのイラストたちは多分水彩始めてそんな1年も経たない時かなのイラストなんですけど、これね、もうだいぶこの頃から塗り方変わらないことにめちゃくちゃビビった。すごいね、こんなに変わらんことあるんやねって思ってさ、笑っちゃった。本当に多分この時の私も適当に塗ってるだけなんだと思うんだよね。寒色系の色って結構何にでも合うから、この色入れとけばまあ正解だろうなみたいな、ほんと適当なんですよ、ってことです。はい、いつも動画を拝見しております。今後使ってみたい画材、いや、かっこ絵の具はありますか？クリエイターっぽい。使ってみたい画材か。そうだね。なんていうの、角度でさ、角度で変わる絵の具とかあるじゃん。多分アクリル絵の具かな。なんかアクリリックかなんかみたいな。選べろよって話なんですけどね。ちょっとめんどくさいから。いや。あとなんか変色する水彩絵の、なんか別の全く違う色がにじんだりする感じの、いやちょっと説明が下手、ちょっと参考画像をここら辺にやっとく。はい、これ使いたい。はい、ミカさんのイラストが本当に好きでいつも見ています。嬉しい、ありがとう。透明水彩で描いた時のイラストの雰囲気最高です。質問なのですが、イラストを描く際に何か資料など集めていたりしますか？資料を見ながら描くのがいいらしいのですが、ついつい面倒で適当に描いてしまうので、ミカさんがどうしているか気になります。資料か。この質問者さんの気持ちすっごいわかる。めんどくさいよね、資料集めるのが一番大事。てかそれがね、本当に時間かかるよね、めんどくさいしね。私は線画の時は資料集めますね。水彩でちょっとわからなくなったなーって時は、私の前描いたイラスト水彩の絵を見て、あーこんな感じかーって言ってまあ眺めるぐらいかな。水彩はそんな資料見ないかな。新しいことにチャレンジするときはさすがに見ると思う。最近ってまあアナログはそうでもないけど、デジタルイラストとかすごいリアルより、服とか質感とかがリアルな写真みたいなイラストが受けたりするじゃないですか。こういうタッチの絵が好きっていう人はまあ間違いなく資料は必要だと思う。私もそういうイラストが好きだから、絶対に自分の服
の世話が分かんなかったら自分が今着てる適当な服で写真撮ってシワ確認したり、手とか本当にこだわりたいから絶対に写真撮ってますね。でこんな感じです。印刷してシャーペンでなぞりました。印刷の仕方が気になるって人は前のマレウスのマレウスを描いている動画を見てください。そっちで説明してます。よし、いや今回ね、今回のキャラはごめんけど私これ勝ったなって思った。いやあんまりねこの子のこと知らないんですけど、まだ原神やってないから。でもこの子の使ってる武器、刀がすごい青く光ってて、私がいつも得意とする塗り方にバッチリ当てはまるっていうか、マッチするのではって思ってね、今回この子をね塗っていきます。やっぱ原神のキャラは装飾がすごい凝ってるから、線画にね結構時間がかかったんだよね。だいたいね、だいたいいつも一キャラ描くのに何時間ぐらいかな、5時間ぐらい線画で使うんだけど、今回は7時間ぐらいかかったね。ではお顔から塗っていきますよ。今日も鳥のさえずりを聞きながら。はい、でおすすめの作業用 BGM 知りたいです。最近はアンダーテールの BGM がねすっごい好きだからね、聞くかな。アンテの BGM 最高すぎるよね。私アンテ知らない時にもねサンズの BGM とか好きでよく聞いてた。アンテ知らない人はねぜひ見て。あとポケモンの BGM とかも大好きです。まあ他には普通にボカロ曲を聴いたり、アニソン聴いたり、あと J-POP も普通に聴くかな。好きなバンドはインディゴラエンド。みんなもねこう試し塗りとかねちゃんとしないとね、結構水彩って塗ったら全然違うってことが多いからね。感じ。さてと次どこなのかな。なるべく最初は黒を避けたいけど、赤いか。そろそろ新しい色のね絵の具が欲しいよね。紫とかないし、茶色もまあないかな、ないし全然足んないんだよね色が。こっちの赤と被っちゃうね。ここには青を、こういう色が被っちゃうなみたいな。被っていいとかね、被っていいんだけど、このここのメッシュの髪のメッシュの部分は結構大事っていうか目立たせたい部分だから
この周りだけを色変えてみたりしたら目立つと思う。最近松茸が強すぎてチキンが勝てる気がしない。頑張れチキン、おいで。みんなさ、絵描き始めたきっかけとかある？気づいたらね、みんないつの間にか絵描いてたっていう子が多いと思う。多分ね、知らんけど。私はね、結構ね、多分この時っていうのがね、あった。大学1年生の時に習字を習ってて、でね、そのね、習字教室で一番、おか、文章足しがいい感じになってる、やばい、やばい、お、いい感じになってる、あ、怒られた、え、そう、いい話変わるけど、このうちのチキンと松茸は褒美をしそうでしないというね。さっきめっちゃいい感じだったのに、すんでで松茸が嫌がったぞ、めっちゃ嫌がったぞ。なんだろうな、この2匹。あ、どこまで話したっけ。習字教室で、で入りたての頃、一番最初にその先生が適当に書いた丸をお手本に同じ丸を模写して書きなさいみたいにね、言われるんですよ。私、人の真似するっていうか模写するのが好きだったみたいで、その書いた丸がめちゃくちゃ褒められて、でね、そっからね、絵の道に目覚めたっていうね、なんか謎の入り口なんですけど、いや、いろいろあるよね、人生。こんなしょうもねえことで何年も絵を描くことになるとは、その時の私は思ってないだろうな。瞬間が好きだけど、黒を塗るのは好きじゃない。
はい、セーフ。ね、こういう事故が起こるんですよ。マジで気をつけて。ベルト部分だけ、なんか乾いてから。YouTube 気合で一日上達法の動画を拝見させていただきました。あ、ありがとうございます。後半につれて全体的に雰囲気が出てきていて、塗り方のタッチもかっこよくてすげーってなりました。質問なのですが、 iPad に貼ってるフィルムがツルツルタイプっぽいのは画質重視だからでしょうか。自分も iPad でお絵かきを考えてて、ペーパーライクフィルムを貼るべきか迷ってます。なるほど。私これ普通に適当に買ったやつです。まあその時は YouTube やるとか考えてなかったから、なんか安くもなく高くもない普通のフィルムを買いました。ペーパーライクフィルムだとなんか逆にペン先が擦れちゃって、すぐにペン先変えないといけなくなるかなってなったら、そっちはそっちでめんどくさいかなって思って、ツルツルタイプの普通のフィルムにしてるんですけど、最初は確かに慣れなかったけどね、意外と慣れるもんだよ、うん。でも私もフィルム最近変えたくて、画面を暗くしても顔とかが反射しないタイプのフィルムがめちゃくちゃ欲しいんですよ。なんかさ、まあスマホとかああいう画面とかめっちゃあるあるっていうか、普通にね、みんなは一回は経験したことあると思うけど、電源消したら自分の顔が映って、もうめっちゃ嫌な気分になっちゃう時があるよね。もう本当に嫌だ。もう不意に見るの顔面とかもう一番嫌だよね。だからそれを、そのフィルムを探してる私は。今回はこんな感じかな。質問ありがとうございました。じゃあね、よーし、ラムネ食べます。あー、おいしい。線画って言ってもね、あの補助線程度にやった方がいい感じ。終わった。よし。あ、ちょ、やめろ。はい、完成しました。カズハくん、やっぱり塗りやすい感じのキャラクターだったんで、すごいちょっと楽しかったかな。めっちゃ楽しかった。結構満足いきましたね。じゃあ今回はこの辺りで、ここまで見ていただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。